番柱も。はい、それでは放送1分前です。それとね、60回で、特に今日活用を重視するために、問題が山積しているが、民主党の方は参議院選挙のところほったらかしにしてきた。菅民主党無策政権にですね、対峙している。景気の先行きが見えない中、私たちの暮らしはどうなるのか、そして尖閣諸島をめぐる問題など外交課題への対応は。今朝は与野党の幹事長、書記局長が集結。自由民主党幹事長、石原伸晃。中国が膨張主義取ってるわけですよ。そしていろんなところで領土問題で紛争を起こしてる。日本のこの弱腰外交に対してですね、アジアの国々の失望も大きいし、現場で働いている海上保安庁の職員は何だ、これから領海侵犯されたら我々はどうすればいいんだ、これは大きなこれからの問題として過去を残しました。